はい、というわけで皆さんこんにちは、シスです。今回はベッドコロコロ、ベッドコロコロベッドコロコロって皆さん知ってますかね。ツイッターで回ってきたんで、ちょっと元ネタが、どなたかわからないんですけども、すごいね、面白いキャンプを作ってる方がいて、ちょっとね、今回それをね、真似してみようかなと思ってます。ベッドコロコロ、まずやるのはちょっとね、キャンプを整理します。整理ということで、もう全部まずしまいますいや、ベッドコロコロのためだから、これは仕方がない。まず全部しまう。そして、ここに置くのはベッドコロコロベッドですね。とりあえずちょっとね、縦置きして1個置いてみましょう。ベッド、うん、寝れると。じゃあね、大きいベッドはどうかっていうので、大きいベッドを置いてみると寝れると。そして横をクリックすると転がると。これ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 重要。これね、まずね、これね、ベッドコロ、これベッドコロだから。で、やるのは、ですね、ベッドを並べるらしい。ひたすら、やりましょう。さあね、ちょっとベッド足りなかったですけども、こうやってキャンプをベッドで埋め尽くすと、さあ、こっからベッドコロコロの開始ですね。まずベッドに乗る。そして横をタップ。さらに横をタップ。あれ？あれ？隙間がでかいから？ちょ、待て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 。お、いけた、いけた、え？逆側をタップしたらいけた？ちょっと待って。何？むずい、これ。こんな感じが、こんな感じが。あれ？意外と、うん。タップする位置によって、動いたり動かなかったり、する。なかなか、レベルが、高い。あれ？お、こんな感じか。コロコロ、コロコロむずくない？これ。オッケーオッケーオッケー、順調順調。お、順調順調順調。何これ、あ、逆行って、ちょ待って、逆、なんでなんで右押してんのに、ちょ逆行くんだけど、おかしいでしょこれ。コロコロ、待て待て待て、そっちや、そっちや、戻ってる戻ってる戻ってる、俺右押してる、ちょ待って待って待って、なんでなんでそっち行く、なんでそっち行くの、なんでそっち行くの、ちょっと待って、おかしいおかしいおかしい、これ、なんで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 、いや、これね、やってる人にしかわかんないと思う。あのね、自分の意思と反して俺は右に行きたいのに左にコロコロしている。これは何が起こってるんだ。俺動画で見たときはさ、ベッドコロコロこんなに難しくなかったんだけど、なんでなんでなんで、逆来ちゃった、逆、スタートに戻る。じゃあ、じゃあ、中段行こう、中段。中段は、あれ？コロ、お前、邪魔だよ。ちょっと、パーチク、君がいるから通れないんだが、コロ。むずいな、これ、なかなか。コツがいる。俺さ、ちょっと調べようかな。なんでこんなむずいんだ。なんか、やり方が違うのかな。お、いい、順調。順調。順調。うまくなってきた。うまくなってきた。タップする場所だ、これは。うまくなった。ベッドコロコロマスターになれるか。あー、ちょっとそっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃないんだって。ちょっとベッドコロコロ。もうこっちでいいや。こっちベッドコロコロでいこう。こっちベッドコロコロで。オッケーオッケー楽しい。あ、これね、コツがいる。ダブルベッドは、隣に移るときは、あえて逆方向の左下をクリックするとうまく移動できるってことが分かった。シングルベッドはさ、移動できないんだけど。ちょっとツンクどうにかしてくれ、マジで。これわからんな。あのね、ちょっと調べてくるわ。いや、いけてるいけてる。シングルもね、なんかね、シングルこう繋がってるところも、ニョロさんってことか、うまくやってるんだよね。多分ちょっとこれ間違ってたら申し訳ないんですけども、多分ね、このベッドコロコロを開発した方はね、ニョロさんっていう方だと思いますね。おそらくですが、まとめとかにも載ってるし、おそらくツイッターで検索した感じ、この方が最初に発見されてるベッドコロコロ。難しいな、これ。ダブルベッドだったら、ちょっとコロコロできるようになりました。コロ、コロ、コロ、コロ。成長した。これ意外と難しい。オッケー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 。
ちょ、これ、ここ最後シングルベッドいけないわ。これ、興味ある方、ぜひね、やってみてください。これ、意外と難しいから、このベッドコロコロ。というわけで、今日はね、こんな感じにしたいと思います。どうすんだ、このキャンプ、本当に。はい、じゃあ、ベッドで、埋め尽くされた、ちょっとね、怪しいキャンプになってしまいました。というわけで、皆さんどうもご視聴いただき、ありがとうございました。